巨人宗です。その後のね、怪我の状況なんですけれども、こっちのね、人差し指の方はですね、無事完治しました。なんですけど、左手のね、薬指の方がもうですね、先月の末からなんで、もう20日以上経ってるんですけど、結局ね、なんか痛みはだいぶ収まってきたんですけれども、傷のね、状態があまり良くないというか、まあ全然治る気配がないんで、結局ですね、今日切りました。不良肉腫と言われる盛り上がってきた肉の部分を切除しまして、そしてね、爪の一部も切りました。麻酔をね、かけてやったんでね、手術中は痛くなかったんですけれども、だんだんね、麻酔も切れてきてね、ちょっとね、痛みが出てきたんで、先ほどね、ちょっと痛み止めをね、飲みましたけれども、まあおそらくこれね、多分切らなかったら今月中に治らなかったと思うんですよ。まあ切ることによってね、まあそんなに長くはかからないんじゃないかと、まあ今月中になんとかね、治るんじゃないかと思ってます。ちょっとね、麻酔が効かない体質なんで、麻酔をね、ちょっと多めに打って手術したんですけれども、先生がですね、麻酔が切れてくると結構痛いですよっていうふうに言われたのと、あとやっぱりですね、前々からそうなんですけど、指先なんで結構ですね、注意してても打つんですよ。なんでね、今日はね、仕事休みました。打つことによって痛いだけじゃなくて、傷口のね、治りもね、悪くなる可能性があるんで、日曜日までね、3日間とりあえず休んでね、極力ね、何もしないようにして安静にしとこうと思います。まあちょうどね、北九州市もね、コロナの感染者が増えて、今日から緊急事態宣言なので、タイミング的にはね、ちょうど良かったんじゃないかなと思ってます。ということでね、もう少し怪我が完治するまで動画のね、撮影ができないんですけれども、もう少々ね、お待ちください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。